はい、お待たせいたしました。受付番号パコパコでお待ちの方、いらっしゃいますか？あ、はい。では、診察室ご案内しますので、こちらどうぞ。どうぞ、そちらをおかけください。はい、春菜さんでお間違いなかったですか？はい、ありがとうございます。私、音フェチ病院の一種類ネタロカで医師を務めてます、聖夜と申します。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと 曇って見にくいですね。ごめんなさい。お、美人さん。ではね、今日早速症状の方をね、伺っていきたいと思うんで、今日の症状ね、お聞かせいただけますか？ははははは。なるほどね。なるほど。彼氏さんに性欲が湧かないと。それは大変お困りだと思います。しっかりとね、私の方で今日はちょっと解決に向けてね、頑張っていきたいと思うんで、よろしくお願いします。はい。ではね、早速ちょっと何点かね、診察しながら問診もしていきたいと思うので、まず彼氏さんと付き合って今どのぐらいですか？半年で性欲湧かない。ああ、そうですか。なるほど。ちなみにいつ頃からの症状ですか？ここ2、3週間。ああ、結構最近ですね。なるほどね。わかりました。とりあえずね、まず瞳孔の動き見ていきたいと思うんで、ちょっと眩しいと思うんですけど、瞳孔の動き簡単に見させてほしいと思うので、ちょっと目つむってもらいますね。どうですか？眩しいですか？なんか香水つけてます？めっちゃいい匂いするんですけど。ああ、シャネルのね。あれ、いいですよね。ああ、ごめんなさい。関係ない話でしたね。まあ、瞳孔の動きに関しては問題なさそうですね。香水はシャネル。そしたら、ちょっとあとね、耳の中も見せてもらうんで、ちょっと耳失礼しますね。感じの匂いがするんですけど、あ、耳の中がね。あ、そうそう、耳の中ってね、匂い嗅いだら結構いろんなことがわかるんですよ。で、今嗅いだ感じね、結構疲れてるんかなって思うんですけど、最近なんか寝不足だったりしますか？あ、寝不足。なるほどね。結構仕事が大変みたいな感じですか？なるほどね。他なんか疲れる要因になりそうなこととかしてないですか？ああ、なるほどね。ダイエットで食事制限ですか？ああ、なるほどね。ちょっともう一回だけ匂い嗅がしてもらいますね。ああ、なるほど。ダイエットで疲れてますね、この匂いは。なるほどな。よくわかりました。まあ、問診と診察はこんなもんかな。とりあえず原因はね、なんとなくわかったんで、簡単に解説していきたいと思うんですけど、そもそも性欲っていうのは、まあ、男はね、なんていうのかな、まあ、死ぬまでにね、精子出したら子孫残せるじゃないですか。ただ、女性っていうのはね、男性と違って、まあ、男性から精子受け取ってね、体の中で新しい命を、まあ、育んでいくわけですよ。男性はもう極端な話、精子出したら別に死んでもね、子孫残りますけど、女性はそんなわけにはいかないんで、やっぱり安心して子供が育てれる状況、
いわゆる睡眠欲とか、まあ、食欲がね、ちゃんと満たされてる状況じゃないと、まあ、赤ちゃんを産む準備ができてないってことで、性欲が出ない場合があるんですよね。まあ、性欲強すぎる人は別ですけど、まあ、一般的な方っていうのは、そうやって性欲が出ないっていうこともあるんですよね。だから、もしかすると、春菜さんの場合は、まあ、疲れてるっていうのと、まあ、ちゃんとご飯も食べてないっていうところでね、性欲が出てないのかもしれないですね。だからね、まあ、今のところ彼氏さんが悪いとか、春菜さんが悪いとか、まあ、そういったわけではなさそうなんで、そこはね、ご安心できるかなとは思いますね。だからまずはね、一旦ちゃんと休養取って、ご飯もちゃんと食べて、でその上で性欲が湧いてくるのかどうかっていうのを一旦様子ね見ましょうか。ね、やっぱりね、彼氏さんとはね、激しくね、イチャイチャしたい、エッチしたいですもんね。じゃあ今日はとりあえず、ちょっと疲れが取れるようなね、いいお薬、春菜さんの中に入れるんで、で、あと処方箋の方もね、後で出すんで、とりあえずこれ、見えます？あ、ちょっとお薬飛び出てしまいましたけど。じゃあ早速これ、春菜さんの体の中に入れていきたいと思うんで、ちょっとアルコールで消毒しますね。はい、じゃあ注射していきます。入りますね。OK です。とりあえず精力、栄養剤は入れたんで、これでしばらくは体の元気は出るかなって思います。で、あとね、処方箋で2本の動画、出させていただくんですけど、CISMR のサブチャンネルの方で出てる3時間ぐらいの、ちょっと長めのね、効果の高めな動画、2本出しとくんで、これ毎日寝る前に、使ってください。しっかりと寝れると思うんで、まず睡眠薬はそれでしっかりと、満たせると思います。愛しの彼の大好き、ハグ、キスを、それぞれ333回ずつ数えるね。まあ、羊を数えるみたいな動画と、あとはね、いろんな耳かきを、ミックスした3時間動画っていうのがあるんでね。それを処方箋で出しときますね。毎食後とかじゃなくていいんで、毎日寝る前に、使ってください。それでね、今回の注射と、処方した、まあ、動画概要欄にある動画2本ね、見ても、性欲が湧かなかったら、ちょっと言いにくいけど、もしかすると、彼氏さんに、原因があるかもしれん。その時は、寂しさ紛らわしてあげるから、また診察で、予約しておいで。ああ、寂しさ紛らわすっていうか、しっかりとね、診察して、また問題解決に向けてね、しっかりとね、頑張っていきたいと思うんで。じゃあ、他なんか春菜さんの方から現状質問とかありますか？ないですか？わかりました。そしたら処方箋はすぐ準備させるんで、料金支払いの際に、受付で処方箋受け取って帰ってください。じゃあね、これからもね、春菜さんの性欲がしっかりと高まるように、僕の方でもしっかりサポートしていくんで、なんかお困りごとあったら、お気軽に相談しに来てくださいね。と、もし、彼氏さんと別れたら、今のは忘れてください。なら今日の診察は以上なんで、春菜さん、お大事に。よし、診察終わりと。看護婦さん、ちょっといい？さっきの春菜さんだけど、CISMR のサブチャンネルの3時間の動画2本で、処方箋出しておいて。で、あとね、看護婦さん。さっきの春菜さんから、もしまた予約入ったらね、電話の際に彼氏とどうなったか問診しといて。なんで聞くのか。
まあなんかその個人的に気になってるとかとかではなくて、まあいわゆるそのなんか、ああ、仕事の一環、仕事の一環だよ。新卒の一環だから。うん、新卒の一環。うん、よろしく。あ、看護さん。個人的な、あれじゃないからね。ね。